ゆうじろうチャンネル、今日のお題は、ブログセミナーはこうやって出来上がったんです。はーい、これね、セミナーってみんなやるけど、これセミナーを作ることが一番大変なんよ。そうみたいですよね。いや、もうね、ちゃんとしたコンテンツがあって、ちゃんとしたカリキュラムになって、ちゃんとした再現性を持たさねえけんわけで、それをね、やっぱり自分で作っていかないけんっていうのは、めっちゃしんどい話なんでね。でもこれを見とる人で、人前でこうやってセミナーとかコンサルとかやっとる人も結構見られてると思うんですけど、やっぱりそこを、こう適当にやってしまうと、やっぱりボロが出る。ああ、まあそうですよね、ちゃんと準備しとかないとね。でもまあ裕次郎さんはそれがしっかり準備できてるから。いや、できとるというか、わしはやっぱり何だろう、ある程度こうやって本とかも書こうと思っていろいろ勉強はしとったんで、だから結構ネーミングとかめっちゃ大事だと思っとったけど、なんちゃら理論とか出てきて、わしのセミナーの中では、なんちゃら理論がめちゃくちゃ出てくるけ。ああ、理論がつく言葉がね、もう名前がいっぱい出てくる。で、それがただ神田さんみたいにパソナの法則みたいな、そんな格好がいい感じじゃないだけで、ちょっとアナログな風に。でもちょっとこれは地方発信だから、これぐらいのアナログチックな感じがいいかなと。まあ、だから今日もその辺も含めてね、ちょっと本編で喋ってみたいと思うんですけども、はい、じゃあチャンネル登録を、こちらからお願いします。はい、はい、じゃあ今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。はい、こんにちは、土手かな子です。今回はですね、前回のパート2ということで、裕次郎さんが先日見事ブログセミナー100期生記念ということでね、お送りさせていただいたんですけれども、まあ、2012年の6月1日から思い起こせばスタートいたしまして、まあ、今回100期を迎えたんですけど、まあ、来ていただいている方っていうのは、最初は裕次郎さんのブログを見てどうやってやるんですかっていうところから始まったんですよね。そうね。で、まあ、年齢も30代から一番上がまあ80代まあちょっと上、そんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないですけど、やっぱ40代50代が一番多いですよね、メインでは。そうじゃね、まあ40、そうだね、40代50代が一番いいね。そうですね。で、まあお仕事の方は本当に様々で、まあ医療関係の方から、まあ美容関係の方、あと、まあ、裕次郎さんと同じようなお仕事をされている方とかね、幅広くいろんな方がいらっしゃるんですけど、そうね。でもなんか私、いろんなね、その生徒さんを見てて思うのが、普通こういうセミナーって一回聞いたら終わりなのかなと思ってたんですよ。でもこの裕次郎さんのセミナーってすっごい再受講の方が多くて、多い人ってなんかもう5、6回受けてます、もっと。まあ一番多いのは、11回っていう。11回、今井さんの11回っていうのが一番多いですね。そうですよね。まあ5、6回なんてザラにおるよね。それ、再受講をするのは何のためなんですかね。まあ再受講っていうのは何かやったら、わしのこの NJ 理論ブログセミナーっていうのを、まあ、1年間やるんだけども、この再受講っていうのは、この1年間また同じ前受けたセミナーと全く同じものを受けるということなんでね、はい。だからそれ何のためにするかやったら、1回受け取るでしょみたいな感じやん。なんかそうそう、同じ教科書を2回目解いていくような、まあそれと同じで、結局出とる問題一緒なんだけど、受ける側の脳が変わっとるけ、1回目の時に理解できんかったことが2回目になったら理解できとったりとかする。はいはいはい。だから私が毎回言われるのは、これ内容変えたでしょとかって言われるわけや。生徒さんに一語一句変えてないけみたいな。じゃあそれだけ受け取り側が学ぶことによって響く言葉が違うっていうことですよね。まあそれが一つと、まあこれは手前味噌であんま言いたくないけども、まあわしのセミナーがええんじゃろ、いやいや、2回目とか3回目受けよう思ったら、セミナーに納得してなかったら来んじゃん。まあまあそうですよね。私でも勝手に一つ思ったのが、自分がもし生徒さんだったらと思った時をイメージしたら、コミュニティが楽しいじゃないですか。そのなんだろう、一緒に勉強しました、その日だけ顔合わせるんじゃなくて、なんかずっとチームとして動いてるから、そういう仲間が
セミナーが終わったらいなくなるのも寂しいから、うん、またそこに求めて集まってるっていうのもあるのかなって、うん、あのよくうちの生徒さんが言うのは、うん、大人のクラブ活動じゃんみたいに言う動き、うんうんうん、わかる、勉強もしながらクラブ活動もしながらみたいな、この一連のクラスになってしまうとるけど、はい、だからそれでまあ1年間も一緒にずっとやるんだから、うんうん、結構絆もできるし、うん、でうちの生徒さん同士でコラボしてビジネスしようやつらもいっぱいおるし、うん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 、だからそういうコミュニティができるんだけども、まあわしは強制的に作ったのはこの1年間だけじゃけ、はい、1年間はこの同期の規制があるんだけども、まああとはうちの BBA っていう北海道から沖縄までの中の全国のコミュニティには入れるけども、うん、コアなちっちゃいこの集団、はい、村がなくなるね、1年終わったら、そうそうそう、だからやっぱ新しい村に属しときたいみたいな、うん、心地よかったらね、うん、寂しくなりますもんね、まあ、みたいな感じで、でまあそこに入ればまた何かの人と出会えるわけだけど、ね、うん、あとまあ一人で帰ってたらやっぱりこうしんどくなるじゃないですか、うん、絶対に、うん、そしたらそういう仲間でしんどい者同士で励まし合えるっていうのも続く秘訣なのかなって、うんうん、だって続く率ってだいぶ上がってきたんですよね、まあ前回も言ったけどね、あのたった 4% しか続かんかったのが、うんうん、まあ、今や 63% ぐらいだっけね、半分以上はでも続いてる、そうだね、でも考えだよ、あの最初なんで 4% だったか言ったら、こうわしが、最初の1回目のセミナードーンやって、はい、うん、じゃあ頑張ってねってキャッチ&リリースみたいな感じで、やっとったことに対してわしは何の不思議もなかったんや、わしは、うん、何の勉強も何を学んだわけじゃなく、画流でずっと書き続けて4年ぐらいやった時にセミナー作って、はい、でまあそれでもずっと書きおったけ、うん、わしみんなできるもんだと思っとったんや、でしかもわしがやり方まで教えたんだけ、うん、もっとできるでしょみたいな、はいはい、でやったらことごとくみんなができんけ、ね、できない、それなんでできんのやって言ったら、うん、結局うん、見られてないとか誰からもコメントされないとか、うんうん、なみたいな、なんか自分一人がなんか一生懸命書きおるだけだから、はい、孤独にね、うん、そうだからその孤独に耐えれなかったみたいな感じの言うんで、うんうん、いやなんで孤独なんやって、うん、お前が救いたいやつのために何か書きおるんじゃないんかみたいな、はあ、はあははあ、だから救いたいやつらが見に来てからコメントするだろうがみたいになっても、うん、まあみんなね、あんまりその誰を救いたいとか、うん、そういうのもなく、初めてただブログ書いたら売り上げ上がるんじゃないんかとか、うん、まあそんなので来とるけで、わしは最初はまあそんな理由でもええわ思ってずっとやりよったんだけど、うん、結局蓋開けてそういうできなかったやつらに聞いたらそういう理由ばっかり言うけ、うん、あそうなんかって、あわしみたいにこう誰かを救いたいとか思って書いとるやつっておらんのんだなと、うんうん、やっぱり自分のやっぱりこう儲けとかが大切ない、はい、だから主語が自分になってしまったんだけど、うん、わしの場合はもうボロボロになってもうどん底で這いつくばってでも全然生きれとったっけ、ね、うんうんうん、だけどそんなに金がいるわけでもなかったわけよ、はい、だけどもうそれはもうほんまに金で自殺するやつを撲滅せねえけんっていう思いしかなかったんで、うんうん、だからわしはたまたま思いが強すぎたから、うんうん、それができたんだから、ああこいつらそうじゃないんだなと思って、じゃあコメントを受けたり、はい、誰かに見られとるって思ったら続けれるんやなと思ったら、それがあったら続けますよって言うんで、じゃあ言うんで Facebook でグループ作って、その意見からで、そうそうそう、そういう風に今なってるんですね。で何期生何期生みたいなこの村を作ってったわけよ、はいはいはい、で何期生とか言って、これ全体責任じゃけんのお前らみたいな全員でね、一人でも辞めたら達成率下がるけんのみたいな、うんうんうん、だけどお前誰かが離脱しそうなの思ったらみんなで励まし合わないとダメだよみたいな、うんうんうん、をやって、でまあ大概もうそこまでずっとやってきて、大体辞めるのが最初の3ヶ月目でほぼ辞めるんよ。あ、1ヶ月ではなくて3ヶ月、この3ヶ月の間でほぼ辞めるけんね、はいはいはい、で次が半年ぐらい、あで次が9とかで意外に11ヶ月とかみたいな感じで、そう11ヶ月が一番しんどいって言ってた、うん、11ヶ月やったらもうそこにゴールが見えとるんよ、うん、でもゴールが見えた途端急に書けんくなってくる、ああ言ってたみんな、だからそういう要所要所で全部セミナーを入れるようにしたわけ、あ
はいはいはい、コミュニティ作って要所でわしとみんなと会えてみたいな、うん、もうこれだけ過保護にしてまあそれだけやったから 4% が 63% までもう10倍以上には伸びたんだけども、うん、でも言ってもそこまで過保護にしても約4割は辞める、辞めるんですもんね。不思議なんよね。だからこうセミナーを受けに来てる教室の中の1年後は半分ぐらいおらんくなっとるっていうことや、うん、ね、この100期生がちょうど35人ぐらいおったけども、要は何人、20人弱ぐらいは辞めるっていうことやけん。うわー、なんかそう考えたら結構辞めるなと思うだろ、うんうんうん、ということはもうそこまで過保護にしてもできないやつはもうできない、うん、そうですね、うん、でも30何年もいたら、うん、誰も一人辞めなかったら辞めにくいけど、うん、誰か辞めたら辞めやすい環境になっちゃうんですよね。だから今までで言うと、うん、人数が少ない規制の方が達成率が高い。ああ、やっぱそうですね。抜けたらだって4分の1いなくなったみたいな、目立っちゃいますもんね。そう、今まで 100% が5つおるんかな、5期分おるけど、うん、そのうちの3つは8人だけ、うん、参加者8人少ない。だから8人とかだけ辞めたら目立つんだって。うん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 、辞めにくいですよね。30何人おるけど、これ何人辞めるかねみたいな。そうです、ね、いやでもわしはね、辞めることはいいことだと思っとるけ、うんうんうん、それを全部辞めさすまーなんて思ってないよ。はいはい。これが 100% ばっかりだってみんや、わし人生変えるって言おるんだけ。そうですよね、うん、だからもうあっこいけもう全部全員なのにかなるわって思われたんだよ、ね、うん、そっかそっかそっか。そのやっぱりこの古いから落ちずにみたいな、頑張った頑張った人たちだけが、うん、やっぱそれがあるからいいわけ。うん、ね、まあね、まあでもそっか、やっぱでもそれはブログじゃないとダメなんですね。いや、私別にブログにこだわってはないんや、うん、ブログじゃないツールがあるんだったらそれで全然 OK だけど、うんうんうん、まあこんな十何年やってきてもやっぱりブログが一番いいなと思っとるから、うんうん、なんかこうね、 100期生迎えるまでにブログじゃない何かにこう書いてみようかなとかいう惑いというか迷いはなかったんですか。まあ、わしが一番最初にフェイスブックやったのが2012年ぐらいだったっけ、うんうん、ちょうどじゃあ始めた頃ですね。そう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 、このセミナーを、うん、で、インスタは当然なかったし、うん、TikTok なんかもないし、うん、なんだけども、でまあ今だったらブログなんかまでやっとんすかみたいな、オワコンでしょみたいに聞いて若いやつが言うんだけど、うんうん、分かってないのと思うんや、うんうん、ああいう、まあ、SNS と呼ばれる、まあ、ブログも SNS に入るんだろうけども、まあ、うん、インスタ、ツイッターとかね、あの辺の今流行りの SNS はい、で基本お手軽じゃん、うん、お手軽よ。まあね、だからあっという間にこう広がるんですよね。そう、お手軽ツールは、うん、やっぱりそこに来とるやつもお手軽じゃんけ、お手軽なんだね、うん、だけど例えば、うん、インスタなんかでも、もう写真しかないけやっぱり映えしとる方がいいわけだろ。はい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 。で結局もっと映えよう、もっと映えようって言って原型がなくなっていきおるわけやんけ顔とかね、顔とか。だからもう今やみんな気づいてきとるけ、今はもう映えなくて素でいける、勝負できるようにみたいに思っとるけども、うん、素で勝負するのは怖いとか、うん、ということは映えないと評価してもらえないな、そういう風になってしまっとるということは、うん、作られたものに対してじゃないと評価してないわけじゃん。ああ、まあそっかそっか、うん、でもブログは何をしようかやったら自分の心の中を全部書いていけるけど、うん、嫌いじゃと思うやつは嫌いでいいんや。あ、でもこの人の書く文章が好きだわとかっていう、はい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 、お手軽じゃない客が集まってくるけ、うんうんうん、だからいやもうブログはオワコンですとかって言う世の中の人たちに言っときたいけども、はい、オワコンですから、もうどんどん他のものやってください。もう本当にもう世の中から他のやつらのブログが全部なくなってくれれんわしはほんま、うちの生徒のしかないですみたいな、ないみたいなね、うん、もう世の中からもう全員ブログはやめましたみたいなね、うんうんうん、それぐらい、うん、そうですよね。まあでもこの間ね、みんなでお祝いをしたじゃないですか、うん、サプライズでお祝いをさせていただいたんですけど、あの時になんかみんなが言ってましたもんね、裕次郎さんに
人生を変えてもらったんですって。うん、多分みんながそうやってやっぱ感じてるんでしょうね。この間ね、あの100期生の懇親会を招待ね、で100期生の懇親会やって、まあ、30何人おったっけ、結構でかいところでやっとったんだけど、大人数でね、でそこはあのしゃぶしゃぶとかも食べ放題みたいなところで、うん、もうみんなもう頭使いまくってからも疲れてね、疲れてて、やったー肉じゃーってこうやってしゃぶしゃぶってからね、こう肉を入れてやりょって、今から食うぞいう時にバーン電気消えてからはぁ思ったら、こいつがさあみたいな、ゆうじろうさんって言って、いつものあのあこの安いなんか司会者来たわみたいないや安くないほんだらもうなんかあのこれ、ここ貼っとったけど、出してみようか。あー、これね。ちょっと待って、この本で、あ、見えるかな、ね、うん、こういうなんか、あのブログの5000号祝いと、うん、生誕55周年と、うん、で、出版が第2弾そうそうそうと、ブログセミナー100期生みたいな4つのね、うん、4つのなんかね、こういうなんかこうゴミになるものを作ってくれた作ってくれた人に失礼ね、そうケーキも4つね、うん、出てきたんですよね。そうそうでね、なんかこういう巻物で感謝状という、そうね、これカニさんが書いた、藤井俊二さんが ね達筆ですよね。この辺が今後も誰からも憧れられる異端児を排出され、関わる全ての人の人生が変わるそのきっかけを与え続けてくださいみたいなね、うん、まあ、こういうのをねなんか作ってくれてですよ、はい、でドーンとお祝いしてくれたのはええんですけども、ええ、あのチート肉とか食わしちゃってくれるかほんま何も食う今から行こうかいうぐらいの時で、このなんかセレモニーがまた30分以上始まりましたね。そう、長かったですよね。本当にいや食べながらでいいんですよと思ってたんですけどね。いやでわしをなんか感動させて泣かそう泣かそうとするけど、そんな簡単にそんな涙が出んけみたいな。泣いてましたから、おえつが出てましたよ一回。いやいや、うん、あの涙はしたふりをせんとこれ終わらんな思うけど大変気使ってね。まあそうだからね、そういうふうにまあ結局それもあのうちのスタッフがみんなにサプライズやりたいんでって言ってうちの生徒さんが集めてくれたみたいなんだけども、はい、結局うちはあの上下関係なくみんな結構仲がええんで、うん、でこれはやっぱり思うんだけど、みんな毎日ブログを書いとるという苦しみを共有できとるんだと思うよみんなが、だからみんなの共通言語がやっぱりそこにあるん で、ね、だからこう仲間になりやすいんじゃないかなと思うんでね。うん、なのでまあみんなが人生変えてもらったって言おるけども、まあ変えたのは自分でけ。そっか、裕次郎さんはきっかけ。そうそう、わしはみんなのね人生のを変えるきっかけを与え続けるという理念があるので、だからきっかけを与えることに対してはやんや言う、わーわー言うし、あーそうですよね、何しようやアホじゃないかみたいなことは言うけども、うん、やるかやなんかは本人でけ、うんうんうん、結局変えたのは自分でけね。そうですね、うん、でもまあみんな絶対変わっていくよね。そうですよね、うん、まあでもああやってまあいろんなことを思ったんじゃないです、あんだけこう昔の人から、うん、まあ、今回100期生で本当に初めて来た方から、うん、いろんな方があの会場にいたわけじゃないですか、うんうんうん、100回を迎えたなっていうなんかこう実感っていうのはありました、うん、これね、100期生迎えたって言おるんだけども、うん、ただ数字が100になっただけなんよ、結局。うん。わー、100回目やってきたかー、みたいな感慨深さとかは何もない。あ、そうなんですね。別に100がもう目標だったわけでもないし、だからといって、100… まあまあ、100回目やってきたんだよなっていうぐらい。振り返ればこんなにやったんだっていう。うん、100回もよう同じことやったな、みたいな。すごいですね、全然三日坊主じゃないですね。いやいや本当にそれぐらい、うん、だからねこれはブログを書いてるうちの生徒さんなんかこれ見たら分かると思うんだけど、ブログが、1000号行きましたとかっていうのも、うんうん、あんまり1000号ってなんかグッとくるかなみたいなのとかあったと思うけど、うん、意外に毎日の中の1日と大して変わらんわけよ、はあはあはあ、ただ1000という数字だったというだけで。そうですね、まあ、1回なんかあ今日ここまでやってきたんだなって一瞬思うかなぐらいの、うん、ただわしは1000号は
な、まあ、ちょっと西暦まで覚えてないけど、うん、1月1日がちょうど戦後だったっけんね。おー、うん、元旦、元旦の日だったっけ。わし、まっぱ、もっとも、もっとも、うん、ねえ、あ、戦後って元旦じゃわみたいな、うん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 、まあ、だから、この100期がどうのこうのもないと思うし、それで言ったら、ほじゃ111、111期生もちょっとお祝いしたいもん。もうしないよ。いや、ほいで123期生もお祝いしたい。1,2,3,5。でもそうじゃないの。まあね、まあ、それでキリがないですけどね、うん、でもそれと一緒だから、うん、そうか、だから裕次郎さんにとっては100期だから特別何かってわけじゃなくて、うん、まあでもせっかくだから広島地元でっていう思いはねあったと思うんですけど、まあまあ100期だから、うん、一番思ったのはこの NJ 理論がこの10年以上経っても、うん、あ、色あせんかったなっていうのはすごいなとは思った。そうですね、うん、もう丸々10年経って、うん、そうだね、うん、まあ、じゃ あの101、102とまだまだこうやめないんですもんね。まだまだ行かないといけないでしょうね。まだ行かないといけないですもんね、うん、なのであの YouTube を見ていただいている方、100期生、102期生、101期生、102期生の募集また今後かけていくと思うんで、はいはい、ぜひ参加してくださいね、はい、さあ、それでは今日のミッションありますか。ありますよ、はい、じゃあ今日のミッションはこれだ。はい、ということでね、ブログセミナーも100期生達成した。で、今この YouTube をご覧になられてて、何なんじゃろその NJE はとかって思っとるような人、うん、ね、ぜひ仲間に入れてあげますから、はい、ね、今日のミッションは、うん、100回も続けれるこの NJE 理論ブログセミナーという本物のセミナーにぜひお越しください。これしかないね。これしかないですね。まあ10年100回やってきてもね、100回やってきてもこうやって人数も全然減らないという、うんうんうん、まあ、それにはそれなりのやっぱりなんか理由があるんだと思うんでね。そうですね、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、来ていただかないとこの価値観は伝わりませんのでお願いします。はい、はい、ということで関連動画こちらになります。あ、ほんまじゃ、チャンネル登録はこちらで、はい、こっちから見た人パート1から見てくださいね。はい、はいはい、ということで今日は以上です。またね。